この後はちょっぴりドジな普通の高校生マリネットが悪者たちからパリの街を救う、ミラキラスレディーバグ&シャノワール。この後すぐ。ディズニーチャンネルはディズニーがお届けする夢と魔法のテレビ放送。1月のおすすめはこれ。この家族はヴィランを卒業してやるって。ドラマシリーズ最新作バレエビューのヴィランたち、元の生活を取り戻すから。放送スタート。悪いことやっちゃったね。マジで不思議の国アンフィビア、いつでも来い。ついに最終エピソード、この世界を救うんだよ。やった。ミッキーマウスファンハウスはさあどうぞみんな。豪華なパレードが楽しめる新エピソード、最高に楽しいわ。手に入れたの。さらに101など、これが僕なんだ、映画もいっぱい楽しめる。我が輩の嘘がバレる。1月のディズニーチャンネル、詳しい情報は公式サイトをチェック。ディズニーチャンネル。みんな行こう。2023年もディズニーチャンネルから目が離せない。どこにも逃げられない人気シリーズの新エピソードは、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールをはじめ、ミッキーマウスファンハウスやスパイディとすごい仲間たちなど続々登場。さらに注目の新番組、私狼人間なの、運命に立ち向かう双子のファンタジー、また冒険しに行く、スーパーヒーローだ、ハムスターと女の子が世界を救う、2人の力を合わせて一人前のヒーロー、頭脳と腕力のコンビ、女の子と恐竜のヒーローも登場。出動だ。消防車たちと一緒にみんなを助けるよ。ドラマシリーズでは普通にしてろよ、ヴィランの家族が普通の生活をしたり、私に見せて、天才少女ドクターも大活躍。今年のディズニーチャンネルもお楽しみに。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。準備はもうバッチリ。まずは冬休みの特別放送、嘘はなしよ、2日月曜日朝7時30分から人気シリーズがたっぷり楽しめる。さらに新番組、普通にしてろよ、8日日曜日朝11時から放送スタート。バレービューのヴィランたち、悪いことやっちゃったね、ヴィランの家族が普通の家族に。そして映画はさあみんなも、毎日朝11時30分から。ロボットたちをやっつけよう。2日月曜日フィニアスとファーブザ・ムービー、鍛えてもらえたら勝てる。3日火曜日サーフズアップ、楽しもうぜ、よっしゃ。4日水曜日サーフズアップ2、俺と組めば夢じゃない。5日木曜日森のリトルギャング、みんなで踊るんだ。6日金曜日ハッピーフィート。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。元気いっぱいな女の子モリーと、よろしくね、ゴーストのスクラッチが親友に、はちゃめちゃコンビが大暴走、超楽しんで、さあ一緒に突っ込もう、モリーモリー盛り上がろう。じゃね、ムカつくやつめ。ゴースト&モリー、土曜日と日曜日夕方5時、日曜日は新エピソード。